出るか。左からじわじわ来てる。もう門回線。消えた。じわじわ。僕できるかな。あ、出た。頑張れー。あ、あよいしょ。待って、目が合ってるかもしれない。いや、気のせいだよね。気のせいだ。あ、あれ、手に刺されてない？気のせいだよ。気のせいか、そっか。え、あの人ずっと口動いてた。指名取れる。なんと、なんと、なんと、なんと。あれ？え、何してるの？来たよ。今井王子。お客さんなのかな、この人は。小物王子様より。あ、はよ、え？キャンパーカワイいただきました。僕たちに用があるんじゃない？え、もぐもぐしてる。影丸のために気合い入れてメイクしてきたの。きめ細かいでしょ、肌が。望遠鏡で見てもシミ一つないよ。あれでしょ、綺麗にリップも塗れてるし。キャンパーカワイ3回入れた。え、影丸局長のことずっと指名し続けてるの？影丸しか見えない。え、膝枕はいくらでしてもらってたの？シャンパンタワー3回入れたから大丈夫だって。あ、つけてくれたんだ、無料で。借金してきた。1000万。ナンバーワンの姫になりたいから1000万借金してきた。え、今ナンバーワンって誰なんですか？今まだ影丸だって。そうなんだ。鉄道さん、何割鉄道さん？8割ぐらいかな。2割追われちゃったんだ。1回はアンズさんが入れてたからね。大丈夫か？そうなんだ。アンズさんならいいよ。タコ、タコ置いて。うん、すぐ行く。走っていく。お二人とも感謝だ。ありがとうございます。初めてのシャンパンコールよかった。いいですね。タイミング。ああ、すまねえ、待たせたな。あ、じゃあそれじゃ有名の国へとご案内だ。はい。お願い。ポルノさん、サマーと仲いいんですね。そんな仲良かったっけ俺この。リオ君モテモテなの？否定しない。あ、今文字打ってました。え、なるほど。モテないですよ。まあ女の扱いについて語るぐらいですもんね。モテないですよ。女の扱いをしててお金持ってって車運転できて飛行機運転できるぐらいでモテないですモテますよ。確かにスペック高いね、トリノ君。しかも医者でしょ。医者で185センチだなんてモテないですよ。しかも社長ですよね。全く持てないですよ。いや、トリノさんマジでハイスペックですからね。あれ、もみさんすごいね。いや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 、でも頭イカレポンチチよ。おいちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、聞き間違い。何が頭なイカレポンチチ。はっきり言ったね。頭イカレポンチッチ。イカレポンチッチどこが？いっぱい。だって絶対さ、レールの上さ、スケボーで走ろうって言い出したの、トリノ君だよね。電話来たな。誰だ？もしもし。もしもし、ライドです。あ、もしもし、トリノです。あ、トリノさんですか？どうしました？今、お嬢サマーさんが困ってるみたいで、救助に行けますか？ありがとうございます。ついに連絡してくれたんですね。嬉しいですよ。よし、行きますよ。僕ってイカレポンチッチだと思いますか？いえ、こんな気遣いができる最高な男ですね。クールですよ。歪みですか？歪みじゃないですか？歪みじゃないです。じゃあ連れて行きます。歪みです。本当に歪み？歪みってことにしてもらってもいいですか？ごめんなさい。
ていきます。出勤します。いいですよ。今日も救急隊いっぱいいるからお休みしてもらっても大丈夫ですよ。恥ずかしいので出勤します。了解です。おはようございます。おはようございます。途中のやつ見ちゃった、ごめんね。いいよ。終わったらまた連れて行ってあげるね。ありがとう。うん、じゃ。あれ、誰もいないんですね。みんな遊びに行った。なんで俺のこと呼んでくんないの？だってトルノコ出勤しますって言ってくんないから。遊んでいいのかなって思って呼んでいいのかなって。なんで呼んでくんないの？だって来てくんないから遊びたくないのかなって。マツバスじゃない。トルノ助けて。トルノくん、なんか救えない。トルノくん、なんか体がクタクタ。ヒューマンフォールフラットみたいになってるよ。おーい、プンミャンフォールフラット。ロジャー、これヘリ動かすよ。もぐみさん、これ何が？トリノくん魔法使いになっちゃったみたい。やっぱり？さっきから片鱗ありましたもんね。片鱗あったよね。じゃあこれトリノさんが魔法で増やしたってことですか？多分変身術使って様々なものをヘリにしたんだと思う。めちゃめちゃヘリあるじゃん。なんかいいな。魔法を使っちゃったみたい。よくないな。まあでもこれは全部警察に押収してもらえれば。なるほど。ああそうだね、干渉してるから動かしたらパコンだよ。これ破裂とかあんの？な、押収できないのかな。まあ魔法で作ったものは押収できないとか。やっぱマグルの手じゃ魔法使いが作ったものは押収できないってこと？バカッさせようとしてないですか？所詮マグルなんで。何してるんですか？やっぱり誰か逮捕してください。逮捕しますよ、こいつら。一般者まで。あ、これ俺のせいかな。いや、こいつらのせいですよ、これは。いやいや、逮捕するパトカー。パトカー行ったね。これやばいですよ。わあ、久々に出勤していい花火が見れた。